レッツゴー。今日はなんとなんとママが誕生日、ママの誕生日です。ママが何歳になったかというと、32歳になりました。33歳になりました。ちょっと間違えちゃった。これからサプライズでプレゼント買いに行こうぜ。美顔器を買いに行きます。ね、欲しいって言ってたもんね。美顔器欲しい。美顔器って肌に当てるの？そうじゃないの？まあいろいろあると思うけど、ネネとキキが買ってくれたら喜ぶんじゃないの？ママのお誕生日買いに行きます。美顔器買いに行ってピンク買います。またピンク買うので、そしてあれ、サント2をロースにして、サント3だ、サント3を持って、ハッピーバーデー、ママおめでとうって父やるんだよ。ネネはピアノを弾く。あ、いいね。パスタ食べたいって？ウニパスタ。ウニパスタ？よくウニパスタあるかな。ね、パスタだったら何でもいいってナポリタン。ああ、そう。じゃあハッピーバースデーの歌の練習する？うん。歌ってあげて。ハッピーバースデー to you。ハッピーバースデー。さあ、そこのドア。商品知識豊富な特派員が商品選びから料金プランまで、お客様の向こうかな。こっちこっち。こっちか。うわあ、この辺かも。この辺だね。この辺だ。こっち系だね。ね、どれだろうね。どれがどれだか全くわかんないけど、まあなんとなく。どれだろうね。はい、どうも。店員さんがラッピングしてくれるよ。はい、どうも。あ、どれにする？
オレンジとあれベアみたいな食べた。オレンジのリボンとこれでお願いします。はい、かしこまりました。どっちでもいいよ。6番がでかいやつと5番がちっちゃいやつ、どっちにする？いや、いいよ、いつものでいいよ。じゃあ6番。うん、オッケー。これも美味しそうだよ。じゃあすみません、チョコレートデコレーションの6号1つ。はい、目つぶるの？目つぶって。目つぶって。なんだろう。膝に何か置くかね。膝？何も見えてない。うん、今目つぶってる。ギュッとつぶってるよ。いい？うん。膝に何か置くよ、この。開けて。もういい？見て。いいよ。お誕生日おめでとう！ありがとう。すごい。なんだろう。いいよ。うわぁ、欲しかったやつ。おめでとう。ちょっとママにサプライズしたいことがあった。何？選んできてくれたの、一緒に歌って。こっち見て。ありがとう、ありがとうねね。こっち見て。嬉しい、ありがとうございます。よかったね、聞いて。あとマイクあるの。まだあるの？お散歩も、うん、お花も買ってあげたかったけどさ、うん、虫が中にいっぱいいたから買いたかった。リアルな事情。ケーキもある。え、マジ？ケーキも買ってやった。チョコレート、イエーイ。チョコレートママ好き。好きだよ。ママいつもありがとう。え、こちらこそありがとう。33歳になりました、ママ。イエーイ。ちょっと待って、これなんだもんね。もらっちゃった。イエイ。あ、使うの楽しみ。これクリーム。ん？あ、クリームも入ってんだ。え、すごい。あとこれスイッチ。あ、そう、それスイッチだね。充電しなきゃね。あとはこれ。うん。なんだ。あ、これ置くやつじゃない？こうやって。お、何だ。あ、すげー。おう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 。嬉しい。嬉しい。ケーキもある。え？ケーキどこで買ってきたの？いつもの工事コーナー。ママが喜んでくれてる。あ、お手紙もらっちゃった。読んで。読んで。ママへ、いつもありがとう。ケーキも食べてね。ねねよりお誕生日おめでとう。33歳。ありがとう。ケーキ、ケーキ。あ、本当だ、いちごケーキだ。プレゼントチョコレート。みんなもママやパパ、妹や弟にプレゼントあげてね。ラッピングも好きなようにケーキも買ってね、作ったり。バイバイ。バイバイ。わあ、ケーキ食べすぎちゃった。